うもいつもお世話になっております。今回はエデン共鳴編霊式4層前半の攻略動画になります。いつも通りですが、攻略法などが確定していないため、一つのやり方として見ていただいて、各パーティーでやりやすい方法を取り入れていただければと思います。今回はところどころギミックの前に図や実際の各ギミックで抜き出した動画などで予習フェーズを入れてみました。ではまず予習として、フィールドマーカーはこのように置いてみました。はい、ではギミックの内容に入っていきます。シバは鏡の国という技で、鏡を使用したギミックを多用してきます。外周に出現し、シバが出す技を反射してきて、その鏡には無色の鏡、緑色の鏡、赤色の鏡があり、反射した技を出す順番が無色、緑色、赤色の順であります。最初の鏡の国では、鏡の出現位置はこの2パターンになります。鏡出現後、シバはフロストラッシュ、フロストスラッシュとのどちらかの攻撃をしてきます。ですので、このギミックは4パターンになります。そして鏡に反射してシバ、緑鏡、赤鏡と3回来ることになります。図にてアンチを可視化してみましたので、これを参考に移動していただければと思います。絶対霊道全体攻撃です。とっても痛いので軽減必須で、私たちの家庭では MT リプ、コブ展開、アゴルを入れています。先ほど予習した鏡の国ですね。まずは外周を見ましょう。スラッシュとかスラッシュ、今回はスラッシュなので背面アンチです。次、鏡から来ます。はい、また予習フェーズです。はい、次は前半の難所の一つ、ダイヤモンドダストからの流れになります。複合していろいろギミックが来ますが、落ち着いてやっていただければと思います。まず予兆が来る人がタンク、キラ、DPS、DPS の4人、それ以外の人は何もつかない DPS とフレアマーカーがつく平坦になります。また同時にアイシクルインパクトという外周を時計回りに回る AOE が4回東西開始か南北開始かランダムできます。そして予兆がついた人は1から4のマーカーで AOE を受けましょう。我々の固定のやり方ですが、フレアマーカータンクは北か東へ、フレアマーカーヒラは南か西のアイシクルインパクト開始位置へ、ノックバックを受けていけるような位置へ行きます。予兆をマーカーで捨てた人もヘビーがついてますが、落ち着いて1個目のアイシクルへ行ける位置取りに移動します。 DPS の無印はアイシクル3発目に飛べる位置取りか、ヒラフレアマーカー側に移動します。シバのヘブンリーストライクにてノックバックされ外周側に行きます。この時先ほど捨てた予兆からアイスニードルの予兆が出現し、そこから広範囲の直線 AOE が発生します。そのためノックバックアと A から D マーカーより前に行かないようにしましょう。そして先ほどの無印 DPS の動きの説明ですが、図のようにアイスニードルが中央で発動したら図を移動してアイスエラプションを3回捨てていきます。慣れてきたら結構殴れるので近接にはおすすめです。安全を取るならこのように後方にノックバックされるやり方もあります。言葉で説明されてもあれですので、実際の動画を見てみましょう。次にアイスエラプション DPS の動き、予兆をマーカーに捨てる、アイシクル一発目確認、予兆発動しノックバック待機位置へ移動。アイスニードルとフレアマーカーの予兆、ノックバックされてからのニードルとフレアで無印 DPS 移動開始。
弾です。ダイヤモンドダスト全体攻撃です。痛いので軽減必須で、私たちの固定では ST 力テンパランスを入れています。野鳥をマーカーに捨てる。アイシクル一発目確認。野鳥発動し、ノックバック待機位置へ移動。フレアはとても痛いので軽減必須です。蒸気記載のものを入れています。最初の鏡の国で来てない方が来ます。ダブルスラップ強攻撃デバフ付きなのでスイッチです。衣装チェンジからの視線攻撃です。その後ダイナモカチャリオットです。ダイナモカチャリオットです。はい、次なる難所の予習タイムです。光の暴走、光の鎖4人と弾につながれる人4人に分かれます。塔が4つ湧くので、それぞれあらかじめ決めた担当が入ります。塔には行った4人は一定時間経過後、鎖から光の呪縛というデバフに変わり、一定距離を保たないといけない状態になります。ですのでデバフが切れるまで動かないこと、またボスに近い人に光の波動が来るので、塔の人はできれば中央寄りでギミックを処理しましょう。呪縛が切れたら2回目の光の波動を東西に少し寄せて誘導しましょう。弾の人はそれぞれ決められた方向へ行き、2人用の塔へ入り、最後小さくなった弾にぶつかって弾を消しましょう。弾の動きの全体が見れるよう図を作ってみました。またこの後各動きを動画で確認します。光の鎖がつながった時の動きになります。自分の入る位置へ移動。サークル内で芝寄りに打ち取り、光の波動を誘導する。光の鎖が光の呪縛に変化したらデバフが切れるまで一定距離を保つ。デバフが切れたら東西寄りに光の波動を誘導する。D の弾につながった時の動き、素早く弾の方へ行き、一回くるっと弾の周りを回り、移動を調節し、その後 B なら C へ、 D なら A 側へ移動し、2人用の塔を踏み、その後小さくなった弾に当たる。繋がった動き、 A の弾ならそのまま C 側へ、 C の弾なら A 側へ抜けて2人用の塔に入り、その後小さくなった弾に当たる。本番です。光の暴走、全体ダメージで軽減必須。 MT リプイルミネーションを入れています。最後の4人用の塔は3スタックの人が入りましょう。大集十字またはクロスに緑色の鏡が4枚出現。芝の前回してない方のサイスキックまたはアクスキックをしてくる。続いて鏡から芝が使った攻撃が来る。この後3回または2人ペアの頭割りがあるので、あらかじめペアを決めておいて一緒に3回しよう。ただし変化する場合があるので、芝の頭上の弾を確認しておけば間違いない。ジャコフェーズに移行します。しっかり分かれてね。
東組と西組で出てくるエーテルの順番は違うけど、同じ数の敵が出てくる。途中戦を処理しないといけない。その処理順番はヒラ、遠隔、タンク、近接の順番で処理。またアース、ライトニング、モーターの属性エーテルはそれぞれ特徴があり、アースはストーンスキンを使うので沈黙で止めよう、ライトニングは反射ダメージが痛く湧いた瞬間倒すと良いかもしれない、ウォーターはとても硬いのでスタンで足止めして倒そう。一匹も吸収されないと光の祝福っていうバフがもらえちゃいます。さて、以上で前半は終了になります。今回もご視聴していただきありがとうございます。皆様の攻略の力に少しでもなれれば幸いです。今回の動画が少しでも良かったと思っていただけたらチャンネル登録をお願いいたします。次回の動画作成の励みになります。次は4層後半でお会いしましょう。